ただいまより2016年第32回日本国際賞ジャパンプライズの受賞者発表記者会見を始めたいと思います本賞は1985年にその記念すべき第1回をスタートし今年で32回を迎えました過去31回の受賞者とその業績を振り返っていますとジャパンプライズの受賞経費そのものが まさに科学技術の進歩とそれがいかに人類社会の平和と繁栄の歴史に貢献しているかまあそれを改めて強く認識する次第であります2016年第32回ジャパンプライズの受賞者を発表いたします物質材料生産分野受賞者 東京工業大学教授細野秀夫博士です受賞業績はナノ構造を活用した画期的な無機電子機能物質材料の創生続いてもう一つ生物生産生命環境の分野ではアメリカコーネル大学名誉教授スティーブン・タンクスリー博士受賞業績は ゲノム解析手法の開発を通じた近代作物育種への貢献です以上二名の方に今年のジャパンプライズをお送りすることといたしました一昨年十一月に今回の受賞対象の二つの分野すなわち物質材料生産分野と 生物生産・生命環境分野の募集定義を決定・発表しまして、財団推薦人として登録いただいております、国内外約1万3000名の著名な科学者や技術者の方々に、候補者の推薦をお願いいたしました。その結果世界から物質材料生産分野で件 それから生物生産生命環境分野で88件総計292件の推薦をいただきましたこれらの推薦に関して分野ごとに設けた2つの審査部会で学術的な新規性独自性などについて厳正な審査を行いまた同時にジャパンプライズの特徴でありますその発見発明がどのように社会に貢献しているかと いいう件にに関ししても大いに議論検討をいたしましたまたその過程では国内外78名の当該分野の有識者の先生方にも客観的なご意見をいただきそうした意見も踏まえて審査委員会におきまして受賞候補者の絞り込みをいたしました。 ガラスのような透明な酸化物は電気を通さないために電子機能材料には向かないというがこれまでの常識でしたが細野博士はそのナノ構造を研究することで透明アモルファス酸化物半導体を開発されました中でも細野博士が世界で初めて作成したインジウムガリウム亜鉛酸素系白末トランジスタはスマートフォンの画面に使われる高精細で省エネルギーなディスプレイを生み出しました。 で細野博士は超伝導物質のの研究の分野でも革新的な成果を挙げられておりますでこれまで鉄系化合物は自性のために超電導物質になりにくいとされていましたが細野博士はナノ構造を工夫することで鉄系化合物で高い超電導繊維温度すなわちどこまで温度を下げれば超電導物質になるかということでございますけれども、えー、まあそれを実現されました。 このほか、典型的な絶縁台と考えられておりましたセメント物質のナノ構造を改変することで電気を通すセメント石灰とアルミナから構成される化合物 C12A7 を開発し今さまざまな用途が考えられております。 私はあのガラスみたいにですね。透明で透き通った物質が大好きです。透明な酸化物を舞台にですね。半導体のように電子が活躍する機能を生み出せないか。これがあの私の研究の原点です。 でまあ、電子が機能する、あの発約するあの機能としては、半導体、金属、まあ、超伝導、そういうものがあるわけですね、それは実は、あの物質に電波をかけて電子を制御するということです、でところが、こういう物質の表,あの表面にです、ね、分子を持ってきて、そこで電子と反応させてやればです、ね、これは触媒になるわけです。ですから、半導体、あの金属、超伝導、触媒というのは、あの基本的にはあの同じ扱いの,あの機能とみなすことができます。 で私があの20年ばかりやってきましたのは、あのえー、とそういうものです、それがあの今までと皆さんがあまりほとんどいじらなかった、まあ、そういう物質には適さないというものをと思われるものを、えー、選んであの研究をしてまいりました、でその一部が TFT、ディスプレイを駆動するあのバックプレーンとして応用が始まっているわけです。 植物分子遺伝子に関する学問、あるいは品種改良の研究に携わっておられた博士は、当時開発された RFLP 法と言っておりますが、切断した遺伝子の,その染色体地図、これを作成しますと、ですね、例えば大きさに関する遺伝子はいくつもありますけど、それがどこにあるのかというとことが非常にはっきり分かってまいります。そののののの、個体ごとに、ここ断片の長さが異なる部分の位置情報をですね、これあの 遺伝子マッピングと言ってますけれども、そこから染色体上に存在する QTL がトマトの実の大きさとどう関係するか、その関係性をはっきりされたということです。タンク3白紙の研究に先導されるように、世界中で,です、ね、現在、DNA マーカーを利用した品種改良が行われるようになっております。お米では胃もち病など に対する耐性があるかないかということも、これは複数の遺伝子が絡みますので、ここで利用されましたし、耐冷性、寒さに強い、それから食美味しさですね、食味、こういったその非常に重要な遺伝子マーカー、DNA マーカーをですね利用して品、種品,品種の育成が行われ、その中から、もうすでに優れたものが生まれています。 Thank you so much. Thank you. <laughs> Thank you. I was very fortunate to have fallen in love with science at a very early age. There are few feelings that can match the joy that accompanies scientific discovery. To be present at the moment when knowledge and understanding come into existence can only be fully appreciated by those who've experienced it. In that regard, I was extremely lucky to have found a career that allowed me to engage in scientific pursuits that have contributed toward long-term sustainability of agriculture through more efficient use of genetic diversity in plant breeding. I'm also fortunate that my career spanned the advent of genomics, which has revolutionized the life sciences. As a result, the technological tools for use in plant breeding have advanced dramatically.